皆さんこんにちは、ヒロです。いつも動画の方ご視聴いただきありがとうございます。今回もですね、また某フリマサイトにてですね、不動のボロボロバイク1台買いました。それがこれですね、ヤマハ RZ50、 26年前のバイクになります。このね、 RZ ね、僕今回買った理由なんですけども、これね、僕がこの間 RZ の動画上げて見てくださった方いらっしゃると思うんですけども、あの動画はね、僕の友達が見てて、でなんかちょっと同じように1台 RZ なんか作れないみたいなちょっと話があって、なんで今回この車両をレストアしていくような感じになりますね。僕のチャンネルだと、まあ、RZ これ2台目になっちゃうんですけども、まあ楽しくできたらいいかなっていうふうに、あと友達もね喜んでもらいたいので、まあ、これからちょっとレストア動画上げていきたいなと思います。まずね、車両のね状態一緒に見ていきましょう。はい、それではね、引き取ってきた RZ ね、現状をちょっと見ていきたいと思います。だいぶボロいね、これはこれで。まずね、お決まりフロント周りからですね、まあこのフォークら辺とかね、なんか青サビというか、なんだこれ、藻が入ってんのかこれ、汚い、苔かこれ、汚いね。でまあスポークとリムはね、お決まりサビサビですねこれね。まあでも俺のやつほどね、これゴミじゃないね。まあ俺のは多分あのレジェンドオブゴミだったと思うんですけど、これはね、まあまあまあぼちぼちゴミだけど、そこまでいってない感じですね。でまあ、フォーク周りね、まあ、このシールのところがね、もうダメになってるんですけど、まあ、これはね、ちょっとここはダメだね。であと、まあ上がね、若干こう点サビ出ちゃってるんですけども、これはね、ちょっと気合で頑張って落としていきたいと思います。で、まあ、あとブレーキはね、もうこれ効かないですね。一応転がるけど、ブレーキ全然効かないんで、これもオーバーホールしなきゃダメですね。次、ヘッドライト前ですね。お、これね、まあ、ぼちぼち綺麗ですね。俺のやつはね、ほんとね、タバコ吸いすぎて歯磨かなかったおじさんみたいになってたんですけども、まあ、これはね、全然ぼちぼちいい感じだと思いますね。これ、俺より全然マシマシで。で、次、ハンドル周りですね。まあ、サビが出てるだけでね、基本的にはそんなになんか、ぶっ壊れてるとか、吹き飛んでるのはなさそうですね。まあ、見てると、これ多分ね、純正だね、ほんとフルオリジナルのまま、不動になったような感じだから、結構ね、状態はね、悪くはなさそうですね。変なもんついてないし。これね、素晴らしい。もう、オーバーホールいらない。もう、これ。素晴らしい、最高です。でガソリンタンクもね、前回俺のレストアした時はね、まだ見せなかったんですけど、なんかこんな感じですね。ちょっと見づらいな。まあなんかね、これ引き取った時に前オーナーさんがなんかサビ取りしてくれてたみたいなんで、まあ、なんか若干汚れ残ってますけども、まあそんなひどくないかなって感じですね。でね、ここね、すげえこの RZ ね、いいポイントはさ、タンクがね、へこんでないんだよね。若干こうサビとかね、ちょっと欠けが出てるんだけどね、塗装もね、そんなに悪い状態じゃないし、なんでね、やっぱタンクがへこんでないって、これも神ですね、本当に。はい、で次はね、エンジン周りですね。まあ、エンジンはね、もうこれもしょうがないね。もうちょっと油まみれで、もうクソみそになってますね。まあ、ちょっと何年放置されたのかわかんないけども、もう結構、すごいことになってますね。で、なんかね、話によると、なんか前のオーナーさんでこれをね、引き取ってエンジンをかけようと、ちょっとトライはしてみたらしいんですけど、まあ、ちょっとうまくエンジンがかからなかったって言ってたんで、まあ、いろいろとちょっと各所で分解してみる必要はあると思うんですけど、まあ、なんかフルオリジナルだからね、結構いけそうな感じがしてます。で、次ね、こっちエンジンの右側ですね。まあ、こっちは左と同様でですね、まあ、ドロドロ感はあるんですけども、まあ、全然ね、そんなになんか重症ではないなって感じですね。まあこの後ね、洗車しようと思うんですけど、洗車すればね、だいぶ汚れ落ちんじゃないかな。はい、で次ね、ラジエーターですね。これ見て、これマジで綺麗じゃない、これフィン曲がってないもん。俺の RZ ひどかったでしょ、あれ。なんかこの本がさ、へし折れてさ、なんかこうラジエーターに当たってガリガリになってさ、もうなったでしょ。もうわっけわかんなくなっとったからさ、もう全然、もう素晴らしいね、これ超綺麗じゃんこれ。はい、で次がね、リア周りですね。このマフラーちょっとね、今これプラプラしちゃってますけども、ただね、ボルトが外れてるだけで、ちゃんとね、溶接くっついてますね。ここ覚えてます？ここ僕のやつ溶接剥がれてもうトゥルントゥルになってたんですよね。これもう使い物にならなかったんですけど、これはねもうバッチリですね。まあ、ちょっと色がね飛んじゃってるんで、まあ、焼いて塗装するか、そのまま塗装するか、まあそんな感じですね。ちょっと全然状態悪くないです。 OK です。で次にリアのねスポーク、タイヤ周りですね。タイヤね、もうこれどうしてもしょうがないですね。ゴム生もんなんで、どうしてもこうひび割れが入っちゃうもんなんで、これはまあいいとして、で、ホイールね、スポークね、いいっすね。まあ、若干こう、サビとか汚れ出てますけども、これはね、磨けば全然 OK ですね。問題ないっすね。左側ですね。まあ、チェーンはね、錆びてますけども、まあ、これはね、交換すればね、なんてことないっすね。マジで。いやね、全体的にね、素晴らしいな、これ。状態が、悪いように見えて、これめちゃくちゃいいっすね。はい、で、テール周りですね。テール周りもね、素晴らしいですね、これ、本当に。もう、感動。ウィンカーがね、吹き飛んでない。もう、これ、本当感動ですね。もう僕のやつこっちが吹き飛んでて、話にならなかったんであれなんですけども、ちゃんとオリジナルのレンズにオリジナルウィンカーで、どれおけもなんと切ってないと。もうね、こんなことありえるっていうぐらいね、素晴らしい状態です本当に。でちゃんとテールもついてるし、
もうね、言うことないね、本当に。絶賛です。いや、もう絶賛ですよ。あのね、俺のがね、いかにひどかったかってね、これ見ればよくわかるからね。じゃあ、とりあえずね、車両の方はね、こんな状態ですね。まあ、全体的にサビとかね、汚れは目立ちますけど、これはね、全然上げられるね、復活させられる、いけるパターンですね。じゃあ、軽くまずね、洗車からやっていきたいと思います。はい、それではね、一通り現状チェックも終わりましたので、これからですね、車両のね、洗浄に入りたいと思います。で、まあ、この RZ50 なんですけども、まあ、改めましてね、紹介していきたいなと思います。楽器でも有名なヤマハから1998年に発売されたバイクになります。2ストロークエンジン、水冷単気筒 49cc、 7.2 馬力と規制ギリギリのパワフルなエンジンが特徴の1台です。国産ではおそらく最後の2ストマニュアル車で、1型から3型まであり、2007年が最終型になるようです。近年では純正部品も廃盤が目立ってきており、主要のエンジン部品や電装部品なども生産終了が多く見られ、現存の個体も滅びゆく運命にある貴重なバイクになります。この RZ50 なんですけど、僕はね、6万5000円で手に入れました。で、まあ、不動車なんで6万5000円で高くねって思う方もいれば、6万5000円安いよと思う方いろいろといらっしゃると思うんですけども、僕個人的にはかなり安くね、いい値段で手に入れられたかなと思っています。っていうのも、この RZ50 ですね、フルオリジナル、要はドノーマルなんですね。変にね、電装品いじったりとか変に改造されてなく、オリジナルの状態でね、不動になってますので、まあ、修理もしやすいですし、距離もおそらく実走行の 8400キロ ということなので、まあ、トランスミッション、エンジンを含めてですね、多走行の車両よりも痛みはね、少ないかなと思います。それではね、そろそろ洗車の方終わりますので、これからですね、バラシ進めていきたいと思います。はい、それではね、洗車の方が終わりまして、これからですね、外装、あと各所ですね、パーツをね、取り外す作業に移ります。まあ、取り外す作業に関しては、まあ、ついてるボルトを外したりとか、つながってるホースを抜いたりとか、カプラーの線を外したりと、まあ、別に頭使うことはないので楽なんですが、やっぱね、樹脂パーツをね、多くバイク使ってますので、まあ、その辺のね、劣化の方を考えると、やっぱり無理やりね、こう力ずくで外すと折れたり割れたりとしてしまうので、まあ、やっぱちょっと神経は使うかなっていう感じですね。で、特にですね、外装系ですね、フロントフェンダー、あとサイドカウル、あとリアカウルですね、この辺のね、樹脂パーツはね、全部もう廃盤なので、壊れちゃったり割れたりするとね、結構探すのに苦労します。ちなみにタンクももちろん廃盤です。これも廃盤品で、これすげえ希少だから、うん、高いですよ、それ、はい、もう中古で割れなし、結構 何万ぐらいで売ってるから、これね、高級品です、大丈夫。それではね、外装がね、ざっくり取れまして、今はフレームが出てきましたね。いくらフルサイズのね、原付といえどもね、乗ってるエンジンは 50cc なので、エンジン周りがスッカスカですね。フェンダーも割れてんじゃない、全然これいいね、本当に素晴らしいな、これは大事に扱いたいですね。で、今外してるこのフロントフェンダーなんですけども、素材がね、樹脂なので、フォークがねじれるとね、すぐに割れたりダメになっちゃうんですよね。でも廃盤部品なんでね、本当にね、中古でもね、いいの見つけるのがね、本当難しいです。多分行ってくると思う。ああ、いいっすね、ああ、いいっすね。あ、もう木だけ残っちゃったか、ちょっと知恵の輪みたいになってるの。キャリパーどこってですか、はい、キャリパーが多分ね、2本で取れるはずだ、キャリパーだけだったら、あれか、フォークについてる、あ、そうそう、うん、俺のがいかに状態悪かったか、これ本当思うわ。ちゃんとだって部品がついてるもんね。あ、こんなスペアあるんだとか、こんなボルト使ってんだとか、あ、こんなスペース入ってんだとか、今初めて知ること多いもん、なぜか頼むよ。友達のレストアするって言って、俺のいらない、あ、俺の部品と交換して渡すっていう、ね、一番やっちゃいけないやつ、最低か。それはダメですね。それは絶対ダメですね。元々そんなにできた人間とは思ってない。不正。ほっとけ。それではね、こっちがね、外した部品たちですね。外装系、あとブレーキ周りのライトをですね、とりあえず一式外しました。でね、これをね、綺麗にするのがね、レストは大変なんですよね。というわけでね、じゃあまず外装も綺麗にしていきましょうか。あとエンジンもね、後日見ます。はい、それではね、次の日になりまして、今マフラーを外してるんですけども、これからですね、エンジンの方ですね、まあ、分解してどんな状態なのかね、見ていきたいなと思います。で、マフラーが外れたので、早速ね、一番重要なね、ピストン、シリンダーの状態をね、確認します。
あ、いいね。え、ピストン綺麗じゃん。あれこれまさかの大当たりパターンじゃないですか。傷入ってないんじゃない。ちょっとバラしてみようぜ。ピストンとシリンダー大きな傷がなさそうなんで、これはね本当に良かったですね。本当シリンダーピストン傷が入ってしまってると使い物にならなくて、で使えないからじゃあ交換しようっていうにも廃盤部品なんでそう簡単に見つからないのが現状なんですよね。まあこれはね本当良かったなと思います。ただですね、やっぱり26年前のバイクで放置車両なんでね、ラジエーターはねこんな感じで中がサビサビになっちゃってました。まあでもね、これは、ね、洗浄すればね使えると思いますので再利用します。で次はですね、エンジンのシリンダーブロック、あとヘッドですね、まあ、この辺をね取り外したいということでですね、まあ、ラジエーターを取り外してキャブレターを取り外して、その他ですねリードバルブだったりとかを今取り外す作業をしています。でリードバルブを取り外した時にですね、中確認したらなんと水が溜まってたんですよね。いやー、ここに水が溜まってるとなるともうキャブと、あとまあ最悪クランク室はもうちょっとやばいなっていう風にここで思いまして、うわマジかっていう風になったんですけども、まあ、もし運が良ければねこのリードバルブで止まってクランク室に入ってないっていう方もあるので、ちょっと期待をして分解を進めていたんですが、じゃあシリンダーヘッドですね、いきますよ、オープン。あー、なるほど、そういうことですね。まあ、今のところちょっとシリンダーの傷わかんないけど、ここ白くなってるな、乳化してるっぽいぞこれ。水入ってる。うわー、クランク怖え、大丈夫かな。うわ、ちょっと待って、水出てきてる。マジ？いいよ。いやー、ちょっと怖い。クランク室、あー、溜まってるわ。いや、クランクがね、これ水溜まっちゃってるね。大丈夫かな、これ。これいってんな。あのシリンダーはね今んところちょっとこれはいい感じかもね、まあ、若干ちょっとすりば、あでも若干すってるけど、まあ当たりぐらいかなっていう感じかな。これ使えれそうだな、大丈夫だと思うけどね。あとりあえずね乳化してるけど大丈夫そうだね。今ガタなかったんで、だ一回この水抜いた後に最後ガソリンをこのクランク室に入れて中ちょっと洗浄します。でオイル添付して多分大丈夫だと思います。はい、それではねクランク室内ね残念な結果になってしまいました。でちなみにですねキャブレターの中もですねこんな感じですね。もうね白サビが全面出てしまって、もう地獄絵図ですね。さすがにこれはもう使えないので中古品を見つけて交換します。じゃあ次はねこのクラッチ周りねやっていきたいと思います。まあね前 TZR の時もねやったからね、まあ結局同じなんですよ。この辺のねクラッチ周りのね分解オーバーホールは TZR のねレストアをした時にやってますので、そっちを参考にしてください。いやインパクトだとやっぱ楽だね、作業がねすげえ進む、簡単に力も使わなくて進むしね、素晴らしいね。これはですねバランサーシャフトのナットの緩み止めのねかし目を今外してます。次フライホイール側いきます。はい、これフライホイール側ですね。やばい、サビがやばいねこれ、うわ死んでる。今手に持ってるのがフライホイールを外す専用工具になります。これのねギアね今外したんですけどね、このインナーベアリングがねもうカチカチに固まっちゃってますね。でなんかねエンジンかけようと思った時になんかセル回んなかったんだっけ、うんって言ってた、ね、前のオーナーさん言ってたんだよね。まあこれは回らないよね、完全に固着しちゃってたんで、多分もう前のオーナーさんの手に渡った時からねもう結構ダメなったんじゃないかなと思いますね。これでとこれを交換して、あと中きれいにして、でまた組み付けるような感じでしょう。ただこれ頼みに行かないとね、ないから。はい、それではねエンジン部品とりあえずねバラしました。このねフライホイール周りきつかったね、これねセルね、あのベアリングが死んじゃってて張り付いてた感じですね、このギアがね。だから多分セルが回らなかったんだと思うんだよね。ではシリンダーヘッド、あとシリンダーですね、シリンダーねわりかしね傷がないというか、まあいい感じなんで、これはこのままいきます。軽くねきれいにしてからねエンジン組み込んでいきたいと思います。まあ洗うのが一番大変なんだこれ。じゃあクランクシャフトやつ抜いていこう。うわーすげえマジタップタップやぜいやもうこれでとりあえず今吸い出す。ほらもうこんだけ水出てくるんだよ、これこれこれほらこれ水だよ全部。うん、じゃあとりあえずこのガソリンをねクランク室の中に入れて洗ってきます。すい、あ、くせえ、もうガソリンくせえ。そりゃそうだな。ちょっと回して、うわすごい真っ白、汚いね。はい、これがね1回目のねクランクシャフト内の汚れですね。やばいでしょこれ、
水とガソリンとオイルが混ざって乳化してすっげー癖半端ないですね。あとこれまあ2回ぐらいやればね、ガソリンの綺麗なピンク色になるかなと思います。それではですね、とりあえず3回ですね、ガソリンを入れて抜いて入れて抜いての繰り返しをしまして、とりあえずクランク室綺麗になったかなと思います。それでね、コンロットのねガタつき再度確認をしました。でクランクのねサイドベアリングですね、まあ右左両方ありますけども、それの方もねガタつきも特になかったので、まあオイルを添付してこのまま使えるかなと思います。でこの水なんですけども、まあ、キャブレターからリードバルブでクランク室に多分侵入してしまったと思いますので、雨水だったのかなちょっとわかんないんですけども、まあ水自体ね色はついてなかったので冷却水ではなさそうな感じでしたね。なんでここに水入ったんだろう、まあちょっと不思議ですね。でお次はですね、フロント周りですね、まあ、フロントフォーク、あとタイヤですね、これをねフレームから外していきます。でまあやっぱねフロントフォークの方に関してはですね、やっぱシールがちょっとダメになってましたので、まあ交換をしたいなっていうのと、あとホイールですね、まあ最初にも見ましたけどもめちゃくちゃ錆びてまして、これも取り付けたまま掃除するのはちょっと難しいので、一回この辺は全部分解してから清掃をして、まあ交換するものは交換するという感じでいきたいと思います。いやフロントホイールひどいなこれ、リムが錆だらけ。まあ、ベアリングはね、カルスで生きてるけど、もうこれはもうダメだね。普通だったらこれもう捨てだね、これ完全にね。フロントフォークは近くで見ると結構点サビが出てるね。まあ、ただね、かろうじてこのストローク部分はね、出てないので、まあ使えるかなって感じですね。まあ綺麗に磨いてやればまだいけるでしょう。で、まあね、シール、ダスト、まあオイルシールとね、ダストシールはもう完全にいっちゃってるので、これ交換ですね。それではね、リアのショックを取り外して、スイングアーム、あとタイヤホイールですね、これをですね、フレーム、車体から取り外していきます。リアはね、まあぼちぼちって感じだけど、ちょっとすごく錆びてるって感じだね。まあまだな。ベアリングはね、なんとか生きてるから良かったけどね。骨だけになったある程度ですね、まあ、まだかろうじてエンジンでね、まあ、ミッション系はね、乗っかってるけど、もうほとんどバラバラですね。でまあ、取り外した部品をね、全部きれいに掃除して磨いたりしてね、また再取り付けしていきます。スプリングの長さが503で使用限度が493と。ああ減ってないね。503あるね。大丈夫だね。はい、だね、これがね RZ から取り外した、フロントのブレーキとマスターシリンダーですね。まあ見てる通りなんですけど、マスターシリンダーはもう窓がね割れちゃってるね。いやー、しかも液漏れてさ、塗装も剥がれてるしよ、マジかって感じだね。でまあキャリパーの方はまあ固着してんだろうと思うんでね、とりあえずこれからバラしますけども、まあ内容はあれですね、 TZR と同じですね。やったことはね、マスターシリンダーの蓋やっと取れたんだけど、中がやばいねこれ。なんかね、奇跡的にね、固着はね、さっきレバー握ったらしてなかったんだよ、中ね。ただね、なんか若干錆びてるとか、なんか汚いんで、結局バランスフォードは変わんないんだけどね。外した外装パーツは最初に洗浄をして、その後にまあコンパウンドで磨き上げをしたいと思います。まあ状態がいいので、まあ、若干傷はあるんですけども、しっかりツヤは出るかなと思います。はい、それじゃあね、ちょっとね、一気に映像変わりまして、河原に来ました。でね、僕のね、ツーストバイクをレストアするということはですね、やっぱりあの恒例のね、マフラー、チャンバー焼きですね、こいつをね、やっていきたいと思います。まあ、これ純正マフラーなんですけども、あの中にね、ちょっとね、ヘドロみたいなのが溜まってそうなんでね、しっかり焼いてね、中の未燃焼ガスというとまたちょっと怒られちゃうんですけども、中のね、カーボンをね、焼いていきたいと思います。それじゃあね、これからね、こいつやります。はい、今ですね、チャンバーを焼くためにですね、友達に薪をね、作ってもらってます。今さらにね、あのチャンバーをね、くべるためのね、台もね、なんか作ってくれるってことでね、今一生懸命やってもらってます。本当ね、あの即席でありがたいですね。じゃあチャンバーセットということで、これであとあれですね、1時間ぐらい待つだけです。終了です。シュールだな。はいっす。はい、それではね、だいたいね、5分ぐらいさらに経ったんですけども、結構ね、もう早速出てきましたね。ファイヤーしてますね。だいぶ、なんか溜まったんじゃね、カーボン。
あ、結構出てきたね。こっちはね、サレンサーの方からもね、ちょろちょろちょろって感じで出てきてね、もうあっちの液体のところはもう完全に燃えてるね。ほんとに、いやすごいよマジで。まあがっつり焼いてる。いきます。これはやばい、あ、やばいやばいやばい、やばい、マジ火事よこれ、火事よ、せやば。はい、とりあえずね、今ね、これでマフラーの焼きのが終わりました。まあね、だいぶこんがり焼けて、色もね、いい感じになったと思います。こんがりでしょ。まあでも塗装がね、ある程度剥がれて、サビもだいぶ出てきた。もう早いよね、そっちの赤サビの、すごいわこれ。仕上げっすか。そうっすね、まああと軽く、なんだろう、バリ取りというか、まあ下地だけね、ちょっと処理して、あと塗っておしまいって感じ。これね、あれちゃんとこの溶接のとこ叩いてるからね、あのへこむとか心配なくて大丈夫です。これもね、前回ちょっと怒られたんだね。うっ、はい、なんか、あ、まあだいぶだいぶライトですね。まあさっきあんなに煙出てたからもう燃え尽きた、いったでしょ完全に。はい、それではね、ここまで動画の方をご視聴いただきありがとうございました。次回は外した部品を組み立てて完成まで持っていきたいと思います。もしこの動画が良ければ高評価、あとチャンネル登録ですね、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。